よく実聴会とかで質問を受ける中で取り込みについて質問を受けることがあります。大きな鮎がかかった時になかなかうまく取り込めない、のされてしまう、こう早く正確に取り込むにはどうすればいいですかというような質問をよく受けることがあります。引き抜きの取り込みについては2点大事なポイントがあると僕は思ってます。で、1つ目が右手の位置ですね。一昔前の取り込みだとこう構えたところからどん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 突き上げろっていうようなことを言われてたんですけども、僕が今注意しているのは右手の位置はあまり高く持っていかないように、高くしてしまうと力が入れにくいもんですから不安定に なって鮎の軌道が右に反れたり左に反れたりしてあまり定まらなくなります。ですからまず脇をクッと締めてもらって、右手をこのちょうど胸の前、おへそから胸の前に固定するようなイメージで構えます。で、もう一つ大事なのが左手です。左手はあまりここが狭いとすごく、テコの原理で言えば狭いほど力がよく得るもんですから、若干広めにちょっと大げさぐらいに、魚が大きくなればもう5、60センチ取るぐらいのイメージでここを広げるのもコツです。で、広げておいて魚を飛ばすのには右手のこの力よりもどちらかといえば左手で竿をこう起こす、こちらに力をこう入れるイメージでやると大きな魚でも乗されずに竿もこう持ってかれずにうまくいくと思いますので、そこら辺を注意するといいと思います。ですから、かかったら右手を胸の前で広めに取る、で、左手で竿を後ろにぐーっと絞って起こすという感じです。その癖をつけるためには、例えばこの右手をもうぐっと握るとどうしてもこっちで起こそうとして、左手は添えるだけであまり力が入らないような状態になるものですから、僕がよく やるのはもう右手を例えば指でこう持つだけぐらいの感じで、こっちではもう起こす力が加えれんぐらいのような状態にしといて、指で持つようにしといて練習をすると左手でギュッとこう飛ばすような癖がつくと思います。